この公園の木が切られる、それからいろんなところに工事をされるということで反対をしております。大きく育った樹木を切るな。大きく育った樹木を切るな。樹木は泣いてるぞ。樹木は泣いてるぞ。これみんな切っちゃうんですか、大きいもの。春夏秋冬それぞれの味わいがあるという、そういう意味ではとても素晴らしい。いい公園だというふうに思います。はい、スポーツの公園化というふうなことにするというのにはとっても賛成できないというふうに思っております。私はね、やっぱりこの草地広場、これ自由にいつでも朝から夜まで誰にも許可も取らないで自由に入ってこれって。年寄りなんかは朝の5時頃から散歩し合ってるんですよ。夜もサラリーマンは夜もここは走ったりなんかしてます。だからまず草地広場をこのままで残したい。それからやっぱり何といっても森、あれを守りたい。これだけの森のある公園というのはここだけです、ね、ですからここの下でみんな散歩したりね、犬の散歩したりなんかするのもあそこです。朝のラジオ体操するのも公園の樹木のあるところです。年寄りですとか子どもの健康づくりが必要なわけでしょ。健康だと言うんでしたら、そのためには年寄りや今リハビリの人たちが自由に歩けるわけですよね。もう今も走ってますけれども、そういう人たちのためのものであって、それが健康づくり、スポーツの推進のための土台作りになっていると思うんですね。ですからこのまんまでいいんだと思いますよ。わざわざ何億、ね、15億16億というお金をかけてですね、これを変える必要は全くないと思います。